愛知県天波郡の市海部群は愛知県の郡、名古屋西部に隣接している場所。人口74,182人、面積40.1平平方メートル、人口密度1,850人、平平方メートル。現在は以下の二町一村。1913年に行政区画として発足した当時の郡域は二町一村のほか、下記の区域にあたる。 平安時代に海西軍を分割する以前は海津市の一部が軍域であったが1586年に美濃国海西氷として分割された後明治時代にそのまま海津軍に編入されているため近代以降は海府軍の軍域とはなっていない。アマは古来より漁業や航海などの職業に携わった海人部に由来するとされる。 かつての軍域であった津島市内の寺の遺跡からは、約2000年ほど前の弥生時代に作られたと推定される土器や土水が見つかっている。また、寺の廃寺からは、白宝器の軒丸瓦が見つかっており、古代に大伽蘭が存在したと推定される。701年の大法律令制定以前から、表として海表が置かれていた。 アスカ慶アトエ以降から出土した678年頃のものとされる木管には、母院年12月終わり会表津島50個、肝心部伝コン鈴木赤米とか四角、田辺金と記載されており、この頃すでに津島の里に1000人ほどが居住していたことがわかる。701年の大法律令の制定により表が軍となり、海軍となった。713年以降、 工事に事令により、海府軍と記されるようになった。奈良時代の古文書である、小僧院文書や927年成立の演技式にも、海府軍との記載が見られる。演技式によると、域内に、馬津駅という馬屋が存在したとされ、古代東海道のルートとなっていたことがわかる。沙織長室史編によれば、平安時代後期すなわち11世紀頃に東西に、 分割されて、海東軍と海西軍になり、海東軍と海西氷の境界は、全田川の旧稼道と推定されている。5938年頃に成立した和名類呪傷に、海府軍の里として掲載されているのは以下の通り。ただし、読みが特定できるものについては括弧内に記載した。式内社、演起式新明帳に記される軍内の式内社。 1913年7月1日に、海東軍と海西郡が合併して、海府軍となった。海東軍役所の置かれた津島町は両軍における生活の中心地であり、海、西郡の住民にとっても海西郡役所の置かれた、八富町より便が良かったため、軍政施行以来長年の懸案だった。もっとも1921年には軍政そのものが廃止され、 軍役所も1926年に廃された。2005年3月時点では、全国で一番人口の多い軍だったが、愛妻市の誕生により、福岡県カス郡軍に次いで2位に、ヤトミ市の誕生で、愛知県千田軍に次いで3位となった。2020年7月現在は、天氏市の誕生で19位。ありがとうございます。